思い出すね。ここに公園ないのか。この後30分ぐらいの上で目立ちますか。ここから階段で上に上がっていって上に行くと、何を買ってくる。マジで言うと上の何もいらないですから。うん、なんか面白くなってきましたね。うん、えらい、なんか参加してきたね。え、参加もうライブしてたんですか。しょって、もう3、4人買いに行こうか、ジュース。俺もついでに。俺、どっから入れるか分かんなくなっちゃった。あれちょっと待って、カバンが開かないんですよね。あ、こっちか、逆だった。ちょっと俺もね、こうカバンだけ持って行って、これ置いとこうか。俺、財布だけ持って行こうか。ん、財布だけ俺持っていきます。あ、そう、じゃあもうこのままで。カバン重たいんですよね、これ。あ、そう、なるべく身軽にしたくて。なんで、ちょ、降りて、降りようか。お前ライブしてるって言ってましたね。ああ、行くよ、行こうぜ。ジュース買いに。でも結構思ったより広がったっすね。これめっちゃちっちゃいのかなと思ったら、ちっちゃい、割と大きいですね。なんか目が慣れて、なんか暗く感じんくなってきたね。これ皆さん寝てるかと思ってますよ。どこで俺寝てるかと思ってガチに一人やん。あれか、あのさっき送ったの見ました。ピンデスポット変わるみたいな。見てよ、ここの外周でしょ。そうよ、外周火葬場があってから出るっちゃね。火葬場、あ、外周火葬場あれなんですね。マジちょっと早いもん、肝試しするにはね。肝試しするにはちょっと早いよな。夜の島レビューって感じですね。うん、夜の島レビュー、ただ一言、誰もいない、全く人が歩いてない。あのね、朝とか昼、バリ景色いいけんね。あ、でしょうね、だから。うん、結構向こうに見えるのがあれですよね、アイランドシティですかね。アイランドシティなんでしょう。うん、西区やけど、バリ遠いよ、こっからアイランドシティ。どこの島のさらに先ぐらいけ。あ、なるほど。アイランドシティの先に、のこの島でのこの島の先ぐらいやろ。ほんと全然人が歩いてないですよね。うん、驚くぐらいってね。いや、ほんとあれパトカーに見えるよね、旗から見たら。人口400人ですよね。おお、よしって。めっちゃ少ないですね。調べすぎやろ。でも島で400人って多い方らしいよ。で、小中学校があるでしょ、併設されてるんでしょ。うん、で、外周に幼稚園があるけんね。あ、そうなの。俺の記憶では。でも、あの博多からアクセスいいっすよね。30分ぐらいでこっち着くんだったら、うん、なかなかいい気がします。まあ、ほとんどが釣りのお客さんらしいですね。そうよね。ムーンさん、いらっしゃい。でもなんか今日多いぜ。今日、何人来てる。とりあえずもう5人は来とる。こんばんは、せんちゃんです。島やけどあれやな、今へこきました。作りが、なんでへこいたってわかった。あれ、音がしましたよ。めっちゃへこいてるじゃないですか。何ですか。自販機の料金見てみ。意外となんか良心的じゃないですか。うん、むちゃくちゃ高くないですよ。いや、高いやん。よう見たら高いやん。30円、これくらいだったらまだな。あー、なんか安いのと高いのがあるね。まだいけるっす。うん、てか安いのもあるね、逆に。結構売り切れてるの多いな。やばいやん。しかもなんで今高いの置いてあるとこ。結構なんか喉乾いたんですよ、ね、マジで。グリグリ飲みすぎたな。嘘、カルピス美味しくて。僕カルピス好きなんですよ。話しようかな。何もいらないんですよ。うん、じゃあコーヒーで。コーヒー、どれがあったかい。あったかいの。あったかいものですか。うん、タバコの自販機もう出ますよみたいな感じよね。あっちあつ、マジ熱い。俺これ何、俺違うのやん、これ。まあいいけど。違うんでしょ。これやし、まあいいや。あ、そっち好き。あ、バリ熱いやん、これ。いや、鬼熱いっすよ、これ。鬼熱いって、これ初めてやん、これ。ジョージアオリジナルって。
いや、なんか待つの、あ、それにしよう。600ml とかでお得。いや、よく考えたら安いっちゃない、かもしれないですね。物によるけどね。最近高いですもんね、自販機も。待って、バラバラやん。人いなさすぎっすね。とりあえず戻ろうぜ。すみません。え、もう一回こっち戻ろう。なんで、こっちはまだライブしてないから。奥の景色が綺麗ですよね。今その先ど誰もいないんですよ。そりゃそうよ、最終便超えとんだぞ。てかあの、ここの停泊所っていうか、待ち合い所、24時間空いてると思ったら空いてないって。前、空いとったっちけどね、もう閉めるしたっちゃろうね。水はたまらない。そやろうね。漁船の数がすごいっすね。それそやろ。乗っていく？これに乗って。乗っていくんですか？どこ連れて行かれる？回収する。これで。景色結構綺麗。綺麗って昼は。暗いけんわからんやん。ちょっとこれちょっと見てろ。なんで？いや、なんかこのいいなと思ってこの。あ、船のこの数。はい、やっぱここほとんど漁師さんに立ってる街なんでしょうね。それそやろ。あ、ちなみにそこに世界一でかい自動販売機あるっちゃけど、あ、そうそう、まあ、昼やないと見る価値ないもんね、そもそも、うん、市場とか当てないですかね、朝。ないよ。もう漁協ですよね。うん、なんか若干磯の香りがする。船がでこういうシーンありそうじゃないですか。いや、あるって。奥からゾンビが走ってきて、もうなんで下降りたん、荷物を移動のに。船がでこういうシーンありそうじゃないですか。いや、あるって。奥からゾンビが走ってきて、もうなんで下降りたん、荷物を移動のに。終わりよ、死ぬって。引っ張られるぜ。えずいって。これ映画撮ったら面白そうですね。いや、下手したらできる予定やったらしい。ゾンビ映画には撮れそうですよ。うん、そうやって言われた。やっぱ、いや、でもいいですね、この島で一泊するっていう。ちょっと持っとって、持っとってこれ。やばいやばい、線が。よいしょ。こっちが公園、うん、あ、そっち公園ですか。もう一個待ってて、公園。ちょっともうちょっと向こう行っていいですか。行き止まりやし、何で行き止まりに行くと。ちょっと一泊行ってから。あ、向こう釣りしてる人たちがいる。向こう行ってみる。向こうちょっと行ってみますか。そっちから行けんけ。あ、反対側から回らないか。ちょっとプクったら戻ってきます、ね。ま、みんな今何人参加してるのかな。右上ぐらい。あ、今7人、うん、光さん、待って、KTZYWY さん。釣りを見学していった方がいい。早すぎるもん、幽霊出らんて。ユーザー60って前もいましたよね。よ、記憶しとんね、うん。ムーンさん、こんばんは。今日は玄界島に来ております。絶対あの先に釣り見てからっていうか、ワンちゃん俺らも下で行っちゃないよ。そうっすね。お、これなんか色がちょっと、ほらら、お、代表、猫かわいい。猫出てきたよ。にゃん。あ、かわいいかわいい。にゃんにゃん。かわいいね。でもこう見てやっぱ結構でかいっすね。後ろに山があるんですね。でもそんな高くないっすね。高い。それこそサルカン石が家作っとったって言って。あ、猫が、あ、かわいい、あ、かわいい、色いっぱい出るっちゃう。あ、かわいい、かわいい。今のって3匹おる、3匹おる。めっちゃかわいい、めっちゃかわいいっすね。僕動物好きな。
来たって。にゃー。俺、魚釣ったやろうか。でも実際こう魚が食べて生きてるんでしょうね、この猫たち。そうね。地域猫なんすかね。にして多すぎる。冬眠より多いらしい。ということは400以上おるってこと。冬眠が今年まで飼ってるって感じなんでしょうね。うん、分かれるらしいよ。半分は嫌と思ってる人もいるし、半分はいいと思ってるって言ってる。俺結構動物好きだから。皆さん動物好きでしょ。俺好き。何を見てるんだっけ。どうした。幽霊がおるっていうやつじゃないと。ずっと何を見てるの。ワンちゃん。しかも変に距離感取ってくるね。ここまで来たら来いよ。多分警戒してるんですよ。怪しい二人がいるって。目合わせないぞ。マジで全然目合わせてくれないから。にゃー。あら、せやろ、めっちゃかわいい。マジで。またねー、バイバーイ。ジュース飲み終われてん。あと釣り、釣りのところちょっと行きますか。ちょっといいですか、これ持ってもらってて。釣りのところ行きたいっちゃけどさ。またいました。ほんとや、また現れたね。こんにちは。こんにちは。取材させてほしいんですけど、取材させてもらっていいですか。取材です。はい。あ、こんにちは。こんにちは。取材させてもらっていいですか。取材させてもらっていいですか。玄界島について取材させてもらっていいですか。玄界島が猫島って呼ばれてるの本当なんですか。すいません。虫やな。虫ですな。何してはるん。うまい。島についての動画うますぎ。いやー、ね、なんかさいいっすよね。30分ぐらいでこの非日常を味わえるってよくないっすか。そうね。博多とは違う。釣りのとこ行きてえけどな。荷物心配すぎるっちけど。いやでも俺だって大丈夫でしょ。大丈夫案件。いや、なんならあれ、そう、なんで、うわ、最悪あんた。言うねがないっけ。違う。あなたのそのタバコのせい。認識しやがった。マジマジマジ。タバコダメなんすか。そうよ。知らんかったん。てけん、世界中のあのワンピース見てみんよ。ああ、ほんとだ。アメリカとろ。3時雨舐めてますよ、ね、ほら今度で一気に減ったやろ。びっくりした。あ、まあ、また2人増えたけんいいけどさ。ちょっと待って、マジテレビ局に絡んで戻って来週もあります。いや、あそこバリ遠いけん行っとくけど、あんた遠いんか。あれ遠いけん無理よ。そこから行けない。ワープできるわけねえや。ほんとだ。あそこまで行くないんす。まあ15分はかかるやろ。っていうか、あそこまで行くんやったら釣り道具持ってった方がよかろ、まあ、釣れんと思うけどさ。あさって言いますもんね、釣り道具持って。いや、あれイカ釣り塩っぽいよ、俺がの情報では。まあ行くか。トラさばける道具持ってきたんですか。さばくわけ、指だけでいけ。そうでしょ、マジっすか。知らんの。指でさばけるんですか。俺、摂取したことないっすよ。こう、お腹をつまむだけでいけ。そうなんすか。って、うん、食えるんすか、それ。食えるよ。今日、部屋が止まらんちゃけど。てか、マジ遠いとって。トイレ大丈夫。本当はいけないっすか。いや、バリ遠いって。行けるのは行けるのは知っとうけど。丸裸の自転、なんだこれは。えずいって。
いい時は充電器も置いてきとっちゃけん、パクられ、まあ、パクられることはないやろうけどね。大丈夫です本当におる、見える、釣りしよう人いますよ、ね、人がいる、いる人ですよ、あの、あそこに何とかいい、なんか回らないといけないですそうそうそう、まあ、ちょっと散策動画がてらアイさん、いらっしゃい、なるほど深いかなとか深いってだけあの、ほんと釣れるけ楽しいですね朝それが釣ったの食べれたら、ま、なおのこと嬉しいですよ食べれんやん梅さん焼けれんやん梅さんって作ります作れんやん鱗とか取らないかんやん、うん、あげるだけやったらまだできるけどね結構いますよ、こういう人がほんとあ、そこに。で、ここから行けるんですか？本当は回らないかん気もするけど。すげえ磯の香りがする。そうね。海。ここら辺結構釣りスポットなんですよね。うん。めっちゃ平たすったじゃないと。今日めっちゃ平が出るじゃん。めっちゃしてます。なんかちっちゃな神社の神社うそやろ神社とかないこんなとこそこらほんとやほんとや前なかった気がするね海の安全守るためこれ映えじゃない映えおびくぞまだ出ないっすよ幽霊ビビらすんなって映えっすね映えくないこんなこれ立てて取っときましょうか俺立てて取りよっちけどねあ、魚跳ねおらん今ってこれがもう心霊的な雰囲気やないもうライト的にそうっすねこの外周出るって言ってますもんうんあそこ行けんの無理くないっすいやそっち側からじゃないじゃないあっち側からこっちからいやそんなわけないかあれ遠すぎんあれこっちやろこういうことつながっとこっちから行けるんですかどうやってあそこに行ったとあそこ人立てんとかないよね実は行けんみたいな落ちないよねあれあれが幽霊と実はさもう入ってこないけどもう幽霊って落ちないよねあれ自身があの静けさが怖いですねあここに給油施設があるんだどこここに軽油って書いてある軽油って書いてあるね船は軽油なんだこういうところでちょっと高いんですよねいける向こうあ、いける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 落ちんでよ、マジで大丈夫ですよあ、砂浜だってこんなもう足場悪いけん、ちょっとちなみに砂浜あるっちゃあるっちゃ、本当はそこの裏側がここからおみこしじゃないけどびっくりしたここになんか船をさ燃やしてなんか流す祭りみたいなのありよったね。あ、そうなんですか。やってんな。暗っ。やばいって暗いって。え、こっから行けるっすね。うん。正解。こっから外周行け荷物置いてきそうなマジ不安ちゃうな。この辺が結構心霊スポット並みよ。違う死んでそうだこっちが周りの外周行けうわだってもう確かに雰囲気あるな結構死んでそういやしかも何が怖いかって半分行くやん、うん、引き返すのにも半分時間かかるけんさバカ怖いじゃんうわ装備整えて行った方がいいよあれちょっと一旦テレビと絡んでから戻りますかいやほんと装備せな途中で万が一バッテリーとか切れてみもう終わりやけいや確かにすごいいや何か起きてもおかしくないとったっけ意外と怖いっすね結構僕らのいやこっちまだほら電気あるやん外周マジでないと思う、うん、僕のライトで照らしながらですようんガチしかも俺の経験値本当に出るけんここでさえ出るって言われたことよ確かに雰囲気怖いね
手が出てくる、白い手が出て引っ張られたとかあるけん、こう本当に。いや僕結構いろんな心霊スポット回ってきたんですけど、うん、確かに雰囲気やばいですね。ほら出る雰囲気がする。いや本当にあの外周の裏側とかマジなんかゾクゾクするけんね、言っとくけど。結構海綺麗ですね、下が透けて見えてますよこの時間で。うん、ここ綺麗くないですか。本当やね、そして結構深いですよね。深い深い、言ったん助かなんてもう本当っすね、結構深い、落ちたら死ねますね、これ確かに。マジって。でもなんか今日めっちゃ来るね。何人今詰まってるんですか。分からん、とりあえず今日も100人は超えたいところやね、いつも100人最近。おいぶきくん楽しんどるよ俺。こう猫島やけん猫いっぱい映しとうよ。今常連さんが来たんですか。うん、こう猫島やけん猫が400匹ぐらいおる島やけん、もうさっき4匹ぐらい撮影したけどね。マジやばいよ。明日なんかこの辺釣り人がいるところで撮影したいって言うね。うん、よく常連さんすか。いやそうよ、今日はいっぱい来るよマジで。ゆびきさんこんばんは。いやすごいよ、いいね、楽しんどう、羨ましいね。コメント来てるんすか。うん、コメント見る。うん、あ、本当だ。いやまず本当人遭遇せんな。釣れるんすかね。すごい本当におる人。いましたいました、まず絶対いましたよ。視力悪くてさ見えんちゃけど。あそこいるじゃないですか。これ気をつけるよ、こんな滑るけ。怖い。あっちのゴミ箱あるやん。あった、朝朝ここで捨てますか。あこれ寝袋敷いたら入れてもいいけど、あれ寝相悪いから落ちそうだ。落ちるって、テトラボットとか。さっきの公園だな、やっぱり公園で寝るのが正義よ。いやマジでマジで寝てきたら思わなかった。うわ、いいな。あ、こんなになってんだ。精神的に元気っていうのは一番いいことやけんね。うわすごいな。すごろ、このテトラボットカザゴとかおるけん、隠れとうけん、うん、俺も猫島行きたい、来た方がいいよ、こうマジで猫すごいけん。こんばんは、釣れますか。カサゴしか釣れないっす。おー、やっぱカサゴおるやろ。サイズ全部ちっちゃいっすよ。あ、そうなんですか。ちっちゃい赤ちゃんサイズみたいな。あららら、ら朝が狙い目なんですか。いや、僕たちも今日初めて来て。あ、なるほど。あ、そうなんですね。カサゴしか釣れなくて、おもんないみたいになって、うん、よかった、初めての人ってね。そうっすね。なんかテトラポットのとこにカサゴおるって言ったら本当におったやろ。本当っすね。うん、カサゴって何でしたっけ。あ、トゲトゲのある魚、赤色の。いや、食えんじゃないカサゴ。え、あの人だけ。まさか。いや、でも俺らあれやん、アジ釣りやけん、また違うやん、夜と。こんばんは。こんばんは。釣れますか。いや、まだ全然釣れてない。本当。俺たちもそんぐらいの装備しときゃよかった。これ寝袋しか持ってきないで。十分やろ。泊まれるってことっすね、じゃあここで。いやいや、泊まる人は。そうよ、明日は釣りやね。明日の朝です。そうそうそう。でも新装を巡って飲み食う。そうそう、安くね、釣れる方法があるんよね。100均で揃う特殊なエサ作りがね。ほんと。この、釣れますか。え、釣ったの食ってるんですか。釣ったの食ってるんですか。いやいや、びっくりしたびっくりした。釣れませんよ。いいゴールデンウィークです。あ、いいですね、これテントとか持ち込んでもよかったな。そうね。待ってん待ってん、
もうおらんじゃないさすがにこれ以上人は。そうですね。おっとびっくりした。釣り竿長いんですか。釣り竿はどんくらいやろうね。折りたたみ式なの。そうそうそう折りたたみ式。怖いっちゃけど落ちんでよ。まあ怖い。なんだこの虫は。これ船虫やろ。知らんの船虫。うっせえろ。船虫ちなみに人間食うけん。噛むけん寝とったりしたら。え？落ちんでよ。マジ死ぬぜ。向こうはダメなんだよ。いやもうこれ行き止まりって知っとど？上登ってみます。登り？死ぬぜ。落ちんで。あ結構高いこれ。えってやん登れんって。落ちたら登れんよこれ。マジ怖いってこれ。無理やろ。死ぬって。高すぎるやろ。え怖い怖い怖い。でも外周回るときマジ突き落とされる。本当これ結構高いなこれ。いやだけ言ったよ。これボケて落ちてる場合じゃないですねこれ。無理無理無理落ちれん落ちれん。流れもすごいし。俺腰が引いて降りれないんですよ。いやそれなかろ。いやどうしよう。こうか。俺ここで寝れるかなと思ったら寝たら死にます。死ぬ死ぬ。ちょっと降りよう。雪山みたいな。寝たら死ぬ。行き止まりやん。どの道。でも外周マジで幽霊出るけん。じゃあ公園に戻って準備して外周行きますか。そうよ。マジ幽霊出るけん。うん、あいたたた。はあ。これテントして泊まってもいいかもしれないですね。いや山とか面白いけど山とか。あれはいいっすね。どうしましょうか。カサゴ、カサゴは釣れるっていう。あ、これ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 、うん、ポケット入れようかな。カバン持ってきながら。こういう風に持ったの。ちょっとこれどこにやろうこれ。俺持ってこう。持ち方。あ、なんか変なふうになった。あ、オッケーです。うん。お、公園戻ろうぜ。公園。お、行きますか。公園に戻って。これなんて言うんですかこれ。はたこさん、やすこさん、やすこさん。こんばんは。ひろこさん。ひろこさん来た。はい、来ました。コメントを今度言ってくれるよね。コメントお願いします。めっちゃ、めっちゃ。なんか死にそうでしない。美味しそう鍋が。いやー本当。鍋食ってたさっきみたい。俺たちもその場で調理したかったね。いやそうっすね。てか梅さんせっかく元料理人だから。うん。そういう手があったな。ね。ガスコンロあったけんね。はい。こんにちはさんこんばんは。結構企業ね。アサリックさんこんばんは。50人ぐらい来ると思う。そうっすね。マジマジ。今玄界島に来ております。やなやっぱね、そうっすね今日は寝ましょう。もったいないよ寝るの。こうやってライブしとって幽霊出たらもう完璧やろ。そうっすね。うんでも俺出ると思うよマジで。まあ明日の朝が釣り屋狙い目っすね、うん、夜俺です慣れてないから。えちゃんと浮きも買ったんすか。浮きいらんやサビって。いらないんすか。いらんいらん。俺たちは前釣り対決したやろあれみたいな感じ、うんあのダイソーで買ったあの餌、はい、オキアミの餌練り餌をカゴに入れて、うん、そのカゴに寄ってきたのをあその重さを感じたらピッて引くような。そうそうそう重さっていうかすぐ分かるよ。俺釣り全然したことないんですよね。あの釣り堀ぐらいですもんね。マジで、うん、でもこう釣り堀感覚でもう見えるけん魚が。ああそうなんですか。そうそう透き通っとうけん海が。結構暗いっすね。そしてここ暗いって。外周行ったらマジ怖いってなるっちゃないと思う。その出た話もしながら行くですよね。皆さんコメントお願いします。博多の救世でコメントお待ちしております。ほんと出るけんね。しかももう逃げ場所はないけんね。バイクで待ったら逃げれろうけど。タカさんこんばんは。ピンさんこんばんは。よいっぱい来るね。皆さんコメントお願いします。あ猫ちゃん猫発見。
やっぱ猫島だけおって。どこおる猫？この上に。あ、スイッチ分かりづら。分かりづらい。他は？他は？皆さんもコメント。何でもいい。6匹ぐらいない。コメントよろしく。コメント。向こう側も砂浜あるしね。朝砂浜行きますけど、今ちょっと暗すぎますもんね、砂浜行っても。そうだろうね。てか、マジで外周行くしかないけど、時間は早いじゃないですか。サミータンさん、こんばんは。いっぱい来るね。浮き。ねえよね。ゆみさんって結構釣り経験あるんですね。釣り経験はあるね。俺全然ないんですよ、釣り。そう。小学校の頃行った頃ぐらいですね。そんなに愛嬌と、はい、で僕多分梅さんご存知の通りちょっと僕抜けてるじゃないですか、うん、釣りと自分の手に刺したり、あ、帰ってきた釣り針が手に刺さったんかな、結構そういうエピソードがあって釣りが嫌いなやつ、それから痛いもんね、痛いっていうイメージがあって痛い。じゃあ釣った後魚の針外すの、うん、100均でいいの見つけたっけ、あ、外すやつがあるんですね、うん、あら、いやだからそういうのがあってなんか釣りが苦手なんですよね、痛いっていう経験が。フグとか釣れたらあれやもんね、フグ釣ったら魚にやろうか、そうっすね、魚にやろうかおかしいやろ日本語間違いすぎやろ、ね、魚釣って魚に餌やんの間違いやろ、ツッコミんよそこ。え、梅さんさばけないですか、ん、梅さんさばけないですか、サバは、あ、サバじゃねえや、フグは。いやめちゃくちゃ、あ、フグは無理や、やったことないね。結構カズーさんこんばんは、そう、うん、じゃあ船一隻もらおうか。一隻もらうすか。もらって旅立ってる。結構参加、今何人参加してるんだ。ワンピース目指すこれ。皆さん何でもコメントしていいですよ。海賊団なる。あ、いいっすね。ワンピース目指す。今面白いですもんね、ワンピース、うん。ちょうどいいところで終わったでしょ。ちょうどいいところ終わったね。海に沈むって。そうですそうです。どういう意味やろ。あ、見てますね。僕ちゃんと追ってますよ、ワンピースは。あえてこっちじゃなくてこっち取っていく、本当の怖さが分かるね。てか暗っ、魔界の入り口じゃないですかこれ。さっき言ったやん、外周マジこの状態で落とし穴とか割ってみる。いや確かにこれ外周怖いっすね。言ったやん、懐中電灯ガチいるよ。どうした、剣立ち止まらんだよ。ちょっとつけてよスマホライト。スマホライトないともう無理やろ、死ぬぜ、真っ暗やん。つけてライト。来た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 。それでももうバイオハザードの世界よ。ここ来ないの、その怪しいって、なんか幽霊出るって書いてますね、さっきのレッドで飛ばしたところに。マジで、いや分かんないですよ、ここじゃないよ、場所が分かんないですよ、ね、裏側や裏側。もうこれ、これ何のための階段なんよ。違うもうこっち側から外周の道やもんね。じゃ準備してから行きますか。うん、一回戻るのはこっちやね。あと親戚の家やけ。こっち側へ。今から。いかん。なんか、野宿に決まったもんやけ。YouTube か。絶対100人行きたいけんね。61人か。皆様コメントよろしく。なんか面白い話してよ。ちょっと待って、これが。いや、この影も怖えもん、俺らの。だって暗、また暗いし。心霊スポット行くときにちょっと僕のとっておきの幽霊話を。ちょっと今もう知ってよ。今ちょっと歩きながら息上がっちゃうんですよ。うっせえ。あ、ちょっとこっち行ってみよう。ここ親戚の家やったけんさ、こう曲がって左行ったところが。でも地震でね。あ、地震ありましたもんね。うん。20年前ぐらいでしたっけ。は、そんな昔じゃなかろ。15年前ぐらい。これ。あ、地震ありましたもんね。うん。20年前ぐらいでしたっけ。は、そんな昔じゃなかろ。15年前ぐらい。これ。あ、地震ありましたもんね。うん。20年前ぐらいでしたっけ。は、そんな昔じゃなかろ。15年前ぐらい。これ。うん。20年前ぐらいでしたっけ。は、そんな昔じゃなかろ。15年前ぐらい。
ここプールがあったんですね。ここプール。ここプールがあったんですね。ここプール。公園公園泊まるのちょっとあれですね。ここわからん。さっきの公園が一番いい。まあちょっといいですよ。虫も全然。怖がろう。こんな風になってる。公園になった。ほら見ても島じゃないもん。こんな島に見えるこれ。島のあの臨海島をなんかベースにした FPS みたいな作ったら面白そうじゃないですか。そうやろ。なんかパークに出てきそうと思う。しかも耐震偽装すごい。ああ耐震偽装じゃない、耐震の基準が。もし起きても、もし来ても大丈夫や。そうか、心配してるんですか。うん、うわ出るぞ出るぞ、何かが出るぞ。辰富さんいらっしゃい、グッチさんいらっしゃい。今ね玄界島を散策してます。怖いですよ。じゃあこれ郵便局やね。違う、これもどこか出ないですよ。うせやろ。なんか建物おしゃれですよね。これ墓場じゃないか。これあれか、荷物用の、なんていうのか、これ神社じゃない、これお寺じゃないですかね。お寺、荷物用のローラースケーターとかなんていうのか、レールコースター。でも冷静に考えたらこの辺郵便局あったの、郵便局なくなったな。すごいすごい、いっぱい来た。公園どこでしたっけ、さっきから。ここを登った公園やないと。あ、死んだ。この階段が死んだ。階段だと、さっきから。いや、階段っていうか、さっき階段から行ったけど、こっちからも行けるじゃない。いや、マジ昼景色いいけん。そうですね、朝はこの辺りですね。そうやろ。ちょうどいい季節だったっすね。寒すぎて、暑すぎて。うん、まあ、若干、それでも暑くない。まあ、そうですね、歩いてるからっていうのと、あとちょっと湿度高いっすよね。そう。ちょっとムシムシしてるね。空がめっちゃ綺麗ですね。空？うわぁ。こんな登ったっけ？きつすぎ。うまくここで横に。うそやろ。ちょ、なんか手品しようかな。アイスの手品が今日持ってきましたね。いやマジちょっとこれじゃないですか。うん、我々の今日の宿は。そうね、せやろ。さっきのおじちゃんたちに鍋切ってたのが面白かったっすね。ねえ、あれ映したかったっちけど映せれんかったっちけど。ここで鬼ごっこすんの楽しかろうね。100人ぐらいで。そうですね、そういったところになりたいですよね。こっち周りから来た。やべえな。よし、荷物は大丈夫か。拠点に戻ってきた。きつい。拠点戻ってきたね。ちょっとなんか怖い話して疲れたやろうけど、怖い話してみんなコメントです。怖い話します今。
心霊スポット行く前にちょっと怖い話聞かないか。撮っておきの頼む。これ僕映ってます。映っと。なんで。みんなコメントよろしくよ。うん。挨拶しようか。大丈夫。怖い話します。僕。うん。これ高校生の時の話なんですけど、うん、高校生の時に。まあ、その時アルバイトしてたんですよね。アルバイトの帰りに自転車で帰ってたんですよね。バイト先から実家まで、うん、でその時にいつもと違う近道のルートを通ろうと思って、うん、だったら人気がない道路を通って帰ってたんですよ、うん、でそしたらなんか僕が帰ってたらなんか誰か飛び出してきたような、うん、ものを見たんですよね、うん、誰か飛び出してきてそこの前をトラックが通過したうん、もしかしたら僕事故を目撃したんかなと思って、うん、ちょっとって誰が引かれたと思ってビビってたんですけど、うん、誰も引かれてないんですよね。誰も引かれてなくて、うん、疲れてんのかなと思って、うん、結局誰も引かれてないし、うん、トラックも別に普通に通り過ぎるし、うん、おかしいなと思ってもう通り過ぎて行ってたら、うん、電柱があるじゃないですか、うん、のところに花束してあったんですよね、でもそれがもしかしたらずっとループしてるのか幽霊になってる。そこに自爆霊があるのかで、僕もちょっと怖いなとか思って、うん、そのままちょっと家の方に帰ったんですよね。うん、ただうちあの時実家に2匹犬を飼ってたんですよ。うん、でいつも帰ったらワンコが尻尾振って僕のとこに来るんですよね。うん、その時だけ犬がちょっとずっと警戒してるんですよ。うん、でワンワンワンって吠えてて、うん、でそれ以降何もないんですけど。うん、不思議な体験をしましたね。普通に怖いやん。いや普通に怖い。できるやん。怖い話できるやん。いやそのワンコの反応が一番怖かったんですよ。いつもおいでおいでって尻尾振ってくるのにすごい警戒した感じで、もしかしたらついてきてたんでしょうね。普通に怖いやん。ワンコ追い払ってくれたんですよ。そうやろね。普通に怖い話できるやん。でちょっともう一個実はあるんですけど、それが僕以前病院に勤めてたことがあるんですよね。うん、病院に働いた時にちょうどお盆時だったんですよ、うん、お盆の時にちょっと夜勤で、うん、でもちょっと 1時間半ぐらいちょっと休憩できるって時間があって、うん、休憩室に行ったんですよね、うん、その休憩室って元病室なんですよ、うん、で寝てたらなんかそういう悲しみにかってあって、うん、いきなり動かなくなったんですよ。体がビーって動かなくなって、うん、でなんかもうそれも僕ちょっと結構鈍感だし甘やから、うん、その疲れてるだけかなとか思ってたら、うん、誰か近づいてきてるんですよね、うん、タッ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 て、うん、でなんか足音聞こえてきて、うん、体動かないんですけど、うん、なんかなんとなく分かるんですよ ね、 分かるね。ずっとこの顔のこの辺ずっと気配を感じて、うん、ずっと見てる。金縛りの時あるもんね。ずっと誰か見てるんですよ、うん、で、それがちょっと20分ぐらい続いてすごい汗かいて、とりあえず休憩が終わって、うん、で僕最初、俺もこんなキャラだから、うん、いじられてるのかなと思って、うん、誰かふざけてそういうことしたのかなと思って、うん、ちょっとやめてくださいよって言って、ビビらせないでくださいよってちょっと言ったんですよね、うん、仕事の同僚に、うん、そしたら、いや何もしないよって言って、休憩室に近づいてすらないよって言って、やばいね。じゃああれ何と思って、じゃあ誰か見とったと思うみたいなと思って、うんとね、悲しぶりで幽霊は見よったっちゃう。しかもちょうどボンドキだったからで、前働いてたらちょっと古かったんですね、病院自体も。うん、そういう怖い経験をしましたね。結構もっとね。ね、以上でございます。怖い話したら集まるっていう件、うん、ちょうどいいじゃない。集まりました。うん。梅さんないんですか、怖い話。あるけど、そんな語れるような怖い話はない。荷物はそこ入れていいですか、これ。いいよ。荷物置いときますよ、ここに。うん。カバンだけは持っていく。これだけ置いていきます。釣り道具はあれやろ。釣り道具は明日でいいんでしょ。うん。なんか手品します。手品いつも準備しとかな。俺手品して回ろうと思っちゃう。あ、お釣りの、釣りの人たちにですね。まあ釣りやないけど、子供とかも売りなくて。多分やけど。なんかできるマジックあるかな。手品支店ちょっと種が作ったままだから結構
でも夜でも人いるっすね。なんかさっきバイクの人。最近荷物置いとったらあれやろうって思って。じゃあいつものこれやっていいですか。何？何それ？いいよいいよ。皆様。うんうん。ちょっとあのいつもの定番マジックなんですけど、うんうん、このルイボスティーあるじゃないですか。エメさんルイボスティー好きですか？好きよ、ルイボスティー。美味しいですよね。僕緑茶派なんですけどね。そうね。僕はそこのまあ、蓋取ったじゃないですか。うん、叩きますよ。あとは入った？中に通過してる。入ったよ、入った。中に入ったの。すげえ。不思議不思議不思議。すげえ。不思議。すげえ。センチャーマジック。いいね。これ切り抜いてから動画出せるよ。流れいいでしょ。流れいいよ。で続きまして、うん、これ久しぶりするな。これ。なんそれ。紐？うん、そう紐ですね。紐3回巻くじゃないですか。うん。で、暗くてよく見えん。で、そうやろ？置いて、これ下も映ってます。うん。これ下映ってます。映ってない。なんで下に置く必要ある？下の上に置こうか。で、これさっきぐるぐる巻きにした。うん。ワン、ツー、スリーってカウントすると、なんと三つ結び目が。あ、そのマジックしよった。すごい不思議。うん。映っとるかな。僕でもまだ僕あれをちゃんとできてないんですよね、うん、あのフォールスノットですかね、うん、あれ意外と難くないですか。むずいね。ちょっとまだマスターできてないんですよね。でもちょっと準備しなかったな。とっておきのマジックがあるんだけどな。そう、シンプルで分かりやすいっていう。もう何人来てるんですか。いやー、そんぐらいだ。結構来とっちゃない。次代表します。いや、センちゃんにも貸しとく。そんなごちゃごちゃすぎてやない、いいやつがないですね。レパートリーなかろ？ないっすね。言ってダメですよ。そもそも。あ、あれがないな。うん。ビーチ結ぶやつがやりたかったんですけど。うん。じゃあ一旦切ろうと思うけど、やっぱ人がいっぱい来てくれとるけね。やっちゃう。今何人いるんですか？もう普通に最高記録超えとっちゃう。前回の最高記録101人を余裕で突破しとっちゃう。今何人勝ちになるんですか？うん、108。百八は素晴らしいじゃん。素晴らしい。じゃあ108人いるってことで、ちょっと、うん、ノブマジックでもあと1個やってから。見しちゃって見しちゃって。この、うん。出ますね。ちょっと種が思い出せない。どうやってやるんだっけ。長さの違った紐があるじゃないですか。うん、でしょ、うん、あるね。これを、もしこれで引っ張ると、一緒の長さになるんですか。うんうんうん。すごいやん。でしょ、うん、調子いいでしょ、うん、調子いいね。で、この、二つの紐も、ちょっとこれ、ちゃっとくかな。つまりもうこっち引っ張ると一本になるんですよ。うん、すごいよ。すごいでしょ。ほっしゃー。で、こっからどうするんやったかな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。思い出しますね。うん、で、これを後ろにやって、うん、で、うん、ちょっとグダ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 、やばい。大丈夫大丈夫。で、こうやって。後ろに下じゃないですか。うん、これもう取ってるの見えます。
見えるよ。撮ってるじゃないですか。うん、今からワン、ツー、スリー。ワン、ツー、センちゃんでもいいですか。うん、面白くないですね、それ。面白くないね。面白くないです。いきますよ。じゃあ、ワン、ツー、センちゃんってところ。お、貫通したよ。貫通した。すげえよ。不思議、不思議、不思議。うん、終わりですか。これで増えるか。終わりです。以上でございます。やばいよ。もう。間が持たんや。次、海さん1個、なんか、とっておきのマジックを。とっておきのマジックを。次、代表がしてくれますよね。梅光代表が。そこでいい。ここでいいですか。場所さえ変わればいいじゃん。次、代表が。これ。呪いのキューピー。あら、呪いのキューピー。いわくつきのキューピー。あら、持ち主がね、何回も変わっとっちゃう、これ。あら。持ってる人がね、事故にあったり、ね、怪我したりするけ。大体ね、これぐらいの時間になるとね、少しずつね、わわわわわわ立っていく。めっちゃ怖いじゃないですか。糸とかなんもない。ほら。めっちゃ怖いじゃないですか。ガチの呪いじゃないですか。でも呪いのこう、呪い。ほら。頭だけ黒くなるよ。動きが呪いから呪いのキューピーって言われる。そういうことね。ダジャレかい。消えるって。はい、どこ行った？ふってし消えて。わからなかった。うん、わかんない。え、どこ行ったの？マジで。なんかやったでいいな、マジで。でも怖い話ないと思う。怖い話ないっすね。怖い話聞きたい。だから聞いた話で。聞いた人の話思い出せないですよね。うっせえやろ。なんかないと思う。怖い話だわ。じゃないと外周行かないかも。隣は外周行きますか。そう、ここでチャイナリングするわけにもいかないし。あ、チャイナリング持ってきてない俺今日。チャイナリングできん、式なんも。そうそう、簡単なやつしかできないですね。じゃあやろ。このマジック知っと、センちゃん。見たことない。あ、見たことあります。前のこれ結構映えるっちゃ、女の子受け、うん、この黒い丸、うん、振るだけでね、何かの生き物になるっちゃ。ほら、はいはい、ほら両面、ほら、ゴキちゃん、ゴキちゃん、あ、両面になってる、本当だ、両面ゴキちゃん、うん、で、これを相手に持たすわけね、うん、で、ふって息を吹きます、うん。怖い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 。一番女の子とかね、子供に受けるっちゃ、このマジック。ビビったマジで。やろ、これ一番受ける。ダイソーでぜひ買って、これ。めちゃんこ怖いな。まだ言っても怖くない。でてか、これ朗読したらダメなんですかね。なんで怖い話とか。オリジナルじゃないですけど。朗読して見えるやん。こうしながら。見えるやん。なんかないと面白い話。ちょっと待ってくださいね、こう。朗読します。なんでよ。ちょっと試しにやってみようかな、朗読。朗読、こっち来て朗読し。じゃあこれ、あの、普通にあのネットの怖い話はネタ中からちょっと引用しちゃうんですけど、これパクオリジナルじゃないですよ、これパクリですね。これ朗読しますね。怖い話。題名。もう15年ほど前だろうか。チェーンメールやスパムメールが流行っていた。知らないメールアドレスから気持ち悪いメールが届いたりなんてことが日曜さあんじちゃった。ある日届いたメール。件名は？興味本位で思わず開いてしまった。すると本文も、っていう文字で埋め尽くされていた。大量に埋め尽くされる文字に気持ち悪くなった。アドレスもよく見ていたら、どうやって届いたんだ。霊的なものじゃないと思うけど、気味が悪いし、こんなメールを送る意味がわからない。いたずらならもっと怖い内容とか送るんじゃないかなって思うし。以上ですね。これどういう意味これ。
やらかしとるやないかい。どういう意味、これどういう意味だったんですか、この怖い話。わからんわ。まだ周りかこっちがわかんねえな、これ。やらかしとるやん。普通。短い怖い話でいいかもしれないけど。怖くないっちゃった。めっちゃ怖くないっすね。さっきの俺の話の方が怖かったかもしれない。それ他にないとなんか、マジで。怖い話。思い出してよ、なんか。俺実は僕の新スポの話意識もしますか。あ、しししし。ちょっとね、名前が思い出せないな、あのあそこの。ちょっと待ってくださいね。結局して。名前が思い出せなくて。救世主に加入する前、ちょっと心霊系の YouTube やってたんですよね。でその時にちょっとめちゃくちゃ怖い新スポ行ったんですけど、その話したいんですけど、ちょっと待ってね。そう僕はいろんな心霊スポット行ったんですよ。南畑ダムとか、夜の神社とか、その昔の処刑場みたいなところ行ったりしたんですけど、一番怖かったのが佐賀県の唐津にある旗本百人斬り場所っていうところが怖くて、なんかそこ僕霊感がないのに、本当なんかこれ絶対いるなっていう、なんか空気がよどんでるんですよね。でたくさんお地蔵さんとかもあって、ものすごい雰囲気があって、でそこでちょっと撮影した時にガサ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 って誰かに追われるような音がして、僕たち、とりあえず撮影しながらちょっと逃げたんですけど、結局何もなかったんですけど、めちゃくちゃ怖いっていう旗本百人斬り場所っていう唐津にある仏教寺院。そこめっちゃ怖いっすよ。心霊スポット好きな人は一回は行っとくべきかもしれないですね。こんな風にめっちゃその雰囲気があるんですよ。めちゃくちゃ怖い。ここ俺いろんな心霊スポット行ったのがここが一番怖かった。あと心霊スポあるあるなんですけど、心霊スポ行っても割と何も起きないっていう今日起きるかもしれないですけど、うん、結構絵面的に地味なんですよね。そうね、でも何かのハプニングがあった時はめっちゃ怖くて、そのさっき言った唐津にある百人斬りの場所は本当怖かったです。ガサ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 って音がして、イノシシでも何でもないです。すごいなんか誰かに追っかけられる音がして、マジで、はい、めちゃ怖かったんですよね。今まであんま幽霊信じてなかったのにちょっと信じるようになりますよね。何やったっちゃうね、結局、もしか霊的なものなんでしょうね、ここに来るなみたいな。マジで、実際その遊びで行くような場所でもないんでしょうしね。そこは、はい、で後でその映像を見返したりしたら、うん、やっぱりなんか映ってるんですよ。なんか落ち武者の霊みたいなのが本当に、はい、映ってたんですよ。霊は、うん、その時ツイキャスで後で画像とか見てたらやっぱり映ってたんですよね。だから心霊スポットが好きな人、僕は一度は、遊び目的行くのはあれですけど、行ってみた方がいいのかもしれないですね。え、ツイキャスって残ると画像動画、あ、その時どうなんでしょうね、アーカイブ残してんのかな。見れるよ。で他にはどこ行ったっけな、南畑でも怖かったっすけどね。あそこハイデラとかがあって、うん、結構怖かったっすね。南畑でもあそこ、まあ、昔事件があったでしょ。まあ、あるやん、殺人事件があったり、なんかちょっと嫌さんとか山に埋めるとか、よいきません。小学生の時に見学とかで行く場所やん。超怖かったですけどね。でも全然関係ない、南畑ダムの近くにホットドッグみたいなのあるでしょ。あるね。あ、美味しいらしいですね。一回食べてみたいなと思います。もう準備できました。うん、最高記録を200人達成したいね。そうですね、一気に倍、一気に倍目指す系。
なんか心霊スポット行きたいとこないんですか？なんとこあるかいな。で、あの、そのカラスのとこ怖いですけど、結構遠いんですよね。遠い。遠いのとすごいなんかアクセスが、なんか結構山の中にあるから。そうそう。うん、あと南畑ダムとか、牛首ダムとかですかね。ダムばっかりになっちゃうんですよね、そしたら。時が積もるってことやろ、うん、多分水場があるから集まるんでしょうね。うん、でもまあ何も起きない。夜のダムを散策してる動画になっちゃいますから、ね、何も起きなかったらすごい地味な動画になるから。心霊系 YouTuber の皆さんもなんかいろいろ起きてるから、何か持ってるものがあるんでしょうね。普通の撮影やったらね、やらすかもしれんってなるけど、ライブやったらそうっすね、ならんけね、絶対無理っすもんね。うん、アクエリうまアクエリ、うん、うまい。じゃあ来週に行きますか。どこ、これ荷物置いときます。このこれ辺は。そう。でもここに泊まるでしょ。うん。あ、帽子取っちゃった。帽子取るの NG なんだ。なんで。いいやん。薄毛だから。いいや。え、皆さん増毛の方法知りませんか。そう思う。でも、もう11時だけ行ってもいっちゃな、逆に言うと。まず行きますか。仕事いいっすよね、今。行っちゃな、今から行くの。136人や。お、でもいい感じですね。うん、行こうか。コメント来てるんですか。ん？コメント？コメントはなかなか来ない。コメントお願いを頼む。コメントよろしく。行こうか、1時間かかるけん、ちょうど。ちょうど出る時間。で、今からね、結構幽霊が出るって言われる。玄界島の外周を散策したいと思います。本当に出るのか。出たら怖いですけどね。じゃ代表行きますか。行こうか。外周へレッツゴー。どっち方面から行こうか。こっちが近いから、こっちが降りれますよね。これラストスパートバリ怖いけんね。つまりこっちから行くっていうことは最後に来るってことやけん、怖いとポイント。小学校ですか。いや小学校上やし、先に回収行こうか。先に怖い方行こう。確かに怖いな。先に怖い方行こうか。多分雰囲気あるっすよね。でも向こうの景色は綺麗だから、それはなんかすごい綺麗じゃないですか。これ多分マジでやばいと思う。マジっすか。うん、だって正直言っていい、うん、夕方の時点で怖いけん、昼とか。そうですよ。マジマジマジ。今、確定演出じゃないですか、もうこれ。いや、ほんとほんと。ガチガチ。激アツじゃないですか。昼でもマジで怖いけん。昼で怖いってやばかろ。うん。だけど、もう帰って。本当にやばいとこって昼から怖いですからね。やったっけ言ってん。昼で怖いって。しかも、もう逃げんがいいよ、逆に言うと。逃げたらほら、焦ってどうかなったりするやん。先に言うけど、もう逃げんどこ。出たとしても。梅さん、さっきから後ろにいる人誰ですか。何、後ろにいる人誰ですか。梅さん、知らんわ。いや、そんなレベルじゃない。本当にサンダルみたいな足音を追ってくるけん。本当って今日、塩持ってきないけど大丈夫かな。うん、塩持ってきて。ちょっと肌寒くなってきましたね。いや、マジ一周1時間ぐらいかかるけん、そうです。マジなんか起きても帰れんけん。マジ1時間きついな。はっきり言って犬鳴き峠怖いって言っとうけど、うん、こっちもこっちで怖いけんね。これ博多の救世主バカ。ガチで怖いっていうのは言っとくけん。さあ、ちょっと俺が照らしましょうか。でまだあれでしょ、怖いスポットまだでしょ。まで俺でも博多いいっすよね。そう、最後に持ってくるもん怖い火葬場を。最初に楽したいか。いでもあれよね、最初に火葬場取った、そこからついていってのずっとついてくるかもしれんけどね。そうですね、火葬場とかちょっと怖いところね。いやマジ怖いけんね。その話でか、あそこにあるかかってるものが人に見えた。全部そう見えたんだ。いや、マジ怖いけんね。みんなこれトイレどこでしてるんですか。トイレあったよ。ありました。
あっていうかあそこ閉めるって言ったもんね。閉まらんかったっすけどね、俺の時代。それどこで住んだろう。終わったってやつやね。俺さっきはちょっと疑問に思ってたんだ。それどこでするんだろうと思って。マジあえて言わなかったけど。終わったってやつ。どこにあるでしょ、それで。ないって。そうでしょ。うん、とって。あそこまであくまでまっすぐ待たないです、ね。これモノレールよ。さっき言うの忘れとったけど。モノレール人知ってますよ。いや、荷物用でしょ。人乗れないんでしょ。いや、人乗れたっけ。あ、乗れるんですよ。もう乗れんくなったけど。まだ怖くないですか、ここから。いや、まだスタートって言ってないやん。ガチやばいけ。多分俺いつも半分行って怖いなってなってくるけん、半分まではあれなのね。いや、最後まで行きましょう。もう俺結構新スポいろんなとこ行ってきたんで体勢あるんで。体勢あってもこう最終の砦みたいなところ、ほんといろんなとこ行ってましたからね。多分ここは一番怖かったってなるっちゃな、ほんちゃんっていうか帰ってこれんじゃないと思うぐらいのレベルよ。片道切符ですか。うん。だってこの時間地元の人でさえ1000っていうことやけんね。誰もうろついてないけど。そうでしょうね。地元の人でさえ外出らんちゃけ。この公園行ったけど怖いから、ね、日暮らしの泣く頃にじゃないちゃけ。懐かしいっすね。あの頃のアニメ面白かったっすよ。軽音とか日暮らしとか流行った頃。そうね。軽音の話でもし、俺一昨日ぐらいギター出してお前ですか。ギター持ってたんですか。もっともっと。あ、そうなんですね。突き刺さった弦、うん、痛かった人差し指に弦がある程度弾けるんですね。一番細い、いや弾けん弾けん。これすごい綺麗ですよね。社宅なんですかね。ここまで明るいけどね。ほらこことか見たらもう島じゃねえもん。そうですね。うん、団地みたいな、うん、まだしないって言ってもね、わからんぐらいな。あ、これ幼稚園やろ、うん、こっからスタートや。幼稚園からスタートやけ。確かに怖いな、ここ。ほら、もう寒くなったやん、この時点で。わかった、うん、分かったやろ、寒くなったの。怖い怖い。出るって言ってんだけ。確かにこれ、来る空気っすね。ほらもう俺もビンビン来とる今。鳥肌来たよ、俺も。いや、これ確かに。あ、怖い怖い、これ確かに。ほら照らせて。さあ帰りましょうか。照らせて照らせて足。今から1時間も歩くとよ、言っとくけど帰れんめ。やばい。今から1時間も歩くとよ、言っとくけど帰れんめ。やばい。今から1時間も歩くとよ、言っとくけど帰れんめ。やばい。なくなってくるとよ、どんどん。確かにそうだ、これ怖い。なんでこんなに知らん。そうだ、これ怖い。なんでこんなに知らん。まあ、会話だけでもずっときゃ言っちゃけどね、逆に言うと。もう消えたら終わり。まだこらへんいいけど、これがないけんね、多分裏側。あー、そこまではね、わからん。発電所わからん、わからんね。水底を通ってわけでもないけどね。うわ、確かにこれ怖い。通ってんで、こっから出てきてみ。手とか怖いな。手とか出てきてみ、こっから、あんた。しかも俺らラストに来る。ほらもう足元見てみやんた。一時でバリ滑る場所とかあるけんね、地面。ほらもうパキとかいいよろ、左側。これ怖がろう。確かに怖いって言って。一人で行けねんめ、間違いなく。確かにあの、そうそうそう、あの心霊スポット特有の鳥肌が立ったり。いやこれマジやばいって。空気感やばいっすね。言ったやん、これ電気ないよって街灯。てかなんかもうオレンジ色のなんか見えんかった今奥。でも水場があるから多分。いや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 、見えたよもう。ちょっと見えてますね。見え見え。あ、少し見えますね。しゃべりでも。これが柳、これが怖いです。
バリ怖いっちゃけど普通に。いやもうす火の玉じゃないけどオレンジ色のすでに見えたぜ奥で。いや確かにこれ、うわびっくりした。何下に見えた。ちょやめてよマジで。こういうの結構あるんですね、下に見えるっていうのは。やめろよお前。いや確かに怖いなここ。いや仮に出てもマジ逃げんで、逆に逃げたりしてほら一人おらんくなった方がやばいけ、うん、帰って そんなしますよ、ね、そうそうそう。ほら見てこれ、霧がかかったの分かる。これあ、てか霧がかかる時あるっすよ、やばい時ですよ。バカかお前。じゃあそっちまして僕あの検索やってる時に。ほっほっほっ、やめろって、もうやめろってマジで。足今ガチャ鳴ったやん。やばいなこれ。ほらレベルが違うって言ったろ。でどっちでいいんすか、こっちでいいんすか。道すでに迷ったし、どっち行きます。上には行かんはずよ、外周。てか分かれ道なかったし。いや確かに怖いこれやろ、うん、マジで言ったやん。でもこれ俺たちになんかってもライブやけんさいいんよ、逆に言うと。いや確かにこれ怖い。バカ怖かろ。さっきと全然違う雰囲気が。空気違うし、マジ霧がかかっとってのはやばいけん、夜に。さっきあの霊が出て霧がかかるって言いますよ、僕そう教わりましたもん。やろ、うん、いやマジでやばいけん。おおやめろってマジで。なんか自分で影だった。でも出るのは最後らへんのポイントなんやね。しかも。いやもう俺帰ったって。もう挨拶しきらんかったよコメントに。ほら見て地面やばかろ。やばい。これ何これ、トンネルがあるっていう。これ足元。これ何これ。わからんし。バリヤバ。これ見えてますこれ。見えとこやな。あ見えてるっすね。トンネル。怖いって、いいって、トロって地面が。なんでこんな濡れてる。待て待て、おい、もうやばいぜ。落としましたね、今したろ。今、草履の音したやん、俺たち以外の。言ったやん、だけ草履の音するよって。ここ俺がその、前で出た話も草履の音が、海側から来して、走って逃げようときに椅子が濡れとったっていう話やけど。ここやばい。ちょマジやばいって。久しぶりこのなんか鳥肌立ってる。本当に出ると、あこんばんは。スバヤチさん、ちょ怖すぎてからさ返事できんっちゃけど、マジ確かにやばい、ね、これ今こう玄界島っていうね、福岡からちょっと離れたところの心霊スポット行ってます。外線が出るっていう噂ですよね。うん、もう霧がかかっとって夜で島やけん、もう逃げれんし怖いんすよ。気をつけな、落ちますよ。どこ、ほんとやね、落ちるやんこれ。バカ怖っ。てか電気がないのがやばいもんね、すでに。次帰りましょうか上さん。いいいいいい、変わらんでいい、変わらんでいいって。変わらんでいいけん、しっかりあまっすぐ歩いてちょうだい。空は綺麗なのに。いやマジで怖えけん。空は綺麗なのに。空めっちゃ綺麗くないですか。ほんとやね、空映せるかやな。めちゃくちゃ綺麗ですよ空。バカ綺麗やね。いやめちゃ綺麗ですよ。綺麗やけどくさ怖い。これ何で心霊スポットの幽霊は何なんでしょうね。幽霊、うん、いや火葬場やけん。それかあのかなり昔からそのこう合戦場だったとかわ、あるやろ。結構合戦場って出やすいって言いますね。こうゆり若伝説の場所なんやけん、それで合戦場とか、なんかその戦争に使われたとか。合戦場や、うん、だったら出やすいって言いますよね。最近なんか日本にあるあの心霊スポットってもっと合戦場が多いんですよね。行ってみればほら、罪人とかを流す島ってことやろ。要は色ってことですよね。島流しの系の島ってことやけんね。夜の海って怖っ。バカ怖いっちゃけど夜の海怖いな。怖えよ、海。すべてを引き込みそうな感じですよ。連れて行かれそうな感じですよね。びっくりした。懐中電灯持ってきとけっちゅうに。行きます。待てて。168人やな。それだけ。バカ怖。ここなんかそう引き込まれそうな感じしますよね。そうやろ。これよ、もしも病んでる場所が行ったら怖いな、これ。うわっ、うわっ、もう。ここマジ足つまずくね。バカ怖いっちゅけど。やめてください。マジって心臓に悪い。なんか匂いも変わってきようやん、うん、あ確かに
ほら怖えってマジで。何キロやん。あ、確かに。ほら怖えってマジで。何キロやってマジ。これ。ちっちゃ。え、待って、おい、これ。このままちよ、これ。こっちよ。はっ、ちょ待って、なんでこんな血があると。誰かいるんですか。バカ怖いやろ。なんで血、大きい人がいそうじゃない。魚、魚の誰かいるんですか。バカ怖いやろ。なんで血、大きい人がいそうじゃない。魚、魚の猫の血か魚の血のね、ピザね、誰かいたんじゃない、この辺に。赤黒かったよ。なんかついてきてるかもしれない、俺たちの後ろ。ウニ、ウニ、アワビ、サザエ取ったらダメなんですね。どれ、この3年以下の懲役って書いてます。なんでこれな、地元の人は取っていいとこない。多分これ育ててるんじゃないですか、地元で。あ、漁業権っていうのがあるんでしょうね。なんかサザエ食いたくなってきたね、なんかね。これで結構権利がある、あるらしいですね、こういうのって。え、ちょっといい権利とかがあるんでしょう。時期とかなんかあるんちゃろうね、うん、霧がすげえな、そしてすごい、ね、やばい、いや、霧すごい海でも、俺マジ一発目来た時オレンジ色のなんか電気みたいなのが見えたっちゃね。うわ、火の玉じゃないけど。あ、そう、靴、あれで運動靴くらいよかったな。いや、水やばかろ、ここまで水が来とうと。今瞬間なんかなりませんでしょ、そっち。わからん。水がここまで来とうってことやろ、この水。水がやばい、これ。いや、マジいよいよ怖いポイントに入ってきよう。見てください、これ。足跡があります。俺出す通ってないのに。まあまあ、その前に歩き寄った人の分やろうけどね。てか、誰かこう来たってことですね、ここに。まあ一応、散策しようやつおろう、今日。俺ら以外にも。足場めっちゃ悪いっすね、ここ。逆に、他の人と勝ち合っても怖いよね。まあ、そうっすね。虫が多いっすよ、船虫。ちょっと待って。嘘。船虫？これ、でも朝見たら綺麗なんですよね、これ。バカ綺麗よ。朝日とかに照らされたら綺麗そう。朝は釣りやけどさ。こう、ぬるい。ぬるい音よ。ぬるい音よ。靴失敗した。うん、高い靴着ちゃった今日。なんで高い靴着た、こんな危ない日に。いや、せっかく墓切りの撮影だからと思って。いくらの靴で着たと。これあれです、アディダスのオリジナルのやつ。1万6000円しましたけど。高いね。すごい、やってしまった。いや、靴にお金かけるね。僕アディダスの好きなんですよね。そうな、やってしまった。俺とかほんと6000円ぐらいよ、高くても、うん、買う靴って言ったら。そのいいやつなんですよね、その靴。アリアスオリジナルの。さっきから雲の巣みたいな質感。海なのに。だから僕、真相も怖いですけど、この靴が汚れるのもちょっと嫌なんですよね。やめてくれよ。え、他の真相も、真相もこんな暗い感じ。あ、めちゃくちゃ暗いです。でも、人数多かろ、どうせ真相で行くんやったら。2人で行ってます。マジで、うん、だから、真相の時は、ちょっと、海中で暮らしてました、ね、うん。懐中電灯。これちょっと暗いですもんね。暗すぎやろ。ね、うん、懐中電灯。これちょっと暗いっすもんね。暗すぎやろ。いや、えずいって。で、コメント来てるんですか。さっき一回だけなんか来とったね。コメントよろしく。コメント欲しいね、バリ怖いっちゃけん。コメントが励み。コメント読まな無理やろ、こんな怖すぎてから。え、そうっすよね、無言でやることになりますからね、コメントない。いやいや、コメントねえとマジ怖くてさ。もう隠れ心霊スポット玄界島に来てます。マジエグいっす。害虫が出るって噂です。海さんに送ったやつも、ね、おこれ、出るって書いてあったでしょ。書いてね、心霊スポットが書いてあったりするって。マジ怖いとって、ガチで。こっち見てください、霧がすごいって。こっち何これ、この謎の広い空間。山、この山からなんか落ちてきても終わりやけんね、言っとくけど。イノシシとか出るのも怖いですよね。イノシシおると大体あ、出そうじゃないですか。玄界島、この島から切り離されとるのに、オルトイノシシ。なんかいそうじゃないですか。おらんくね。いないんすかね。おったら死んやろ、俺。うん、あ、確かに餌が取れないからっすね。オルト怖いなね、うん。おらんと思うちけどね。海水浴場なんですかね、普段は。いやいや、ないって、ここに海水浴場は。海水浴場あったら。夢の中にいるみたいだな、心霊スポットに。なんでしょう。
すごいなんか独特な岩ですね、あそこにある、うん、ギザギザのガチクラ、ガチでくれ、うわー怖いよ、今どんぐらい行ったかもわからんやん俺ら、多分やけど半分行ってないもんねまだ。今どれぐらいですか人。人。うわ虫が。虫来た。184人。モスラの卵みたいな形ですねこれ。本当やね。モスラの卵ほら。あ見えないな。モスラの卵みたいな岩があります。俺たちの肉が見えるっちゃけどね。うん、見えませんモスラの卵に。見えるけど。これ写メ撮ったぞ。モスラの卵。モスラの卵なの。モスラが卵から帰った後みたいな、うん。うん。撮って。フラッシュ焚いて。なんか映ったりして。うん。全然映らんやん。ちょっとフラッシュ焚こうかな。焚いて。今の写真が、うん、あ、今の写真こんな感じですよ。すごい霧がかかってる。ほら、うん、今と外を撮った写真ですけど、あら、どこにあるカメラ、すごい霧がかかった写真が撮れるんですよ。こうか、霧あるもん、霧があって写真が撮れないです、怖いって。もう行こうぜ、すごい、これあと学校も行かない感じだけん。学校行くんすか。行くよ、意味ないやんだってせっかくでも外周のは多分怖かろうや、正直言って。これで後で編集した時に聞こえとったりするやん。あ、そうっすね、よくあるけど、この現場では気づかないだけですね。そう、俺らがね、あのモスラの卵がすごい昼見る景色と違うからね。怖っ。でもまだ地面、昼見る景色と違うからね。怖っ。でもまだ地面が、あ、そうっすね、昔来た方がもっと、うん、やりないか、もう閉鎖されてる、なんかあったっちゃうね、こっちから道が、うん、山道。おい、びっくりした、聞こえて聞こえて、さっきの穴から落とした。嘘、マジ、うわ怖い、帰りたい。いや長い、ほんとって多分もうちょいして半分やないで、まだ、しかもラストスパートは火葬場っていう最悪のシチュエーション、船着き場の方に出るけんね。家帰って塩まこう。え、家帰って塩まこう。塩の仕方知ってます、条例の仕方。知らん知らん、そういった話は。てかめっちゃつまずかんこう。うん、足場悪いっすよね、右左右。これ電柱やん。ささっと後ろから音がしますよ。うっさい。なめと。蛇とかなんかそっち系も怖いよね、虫とか。また来た。蛇とかなんかそっち系も怖いよね、虫とか。また来た。やめとこう。なんかあの。ここら辺何やろ、何やろね、もうなんかいろいろいように見えるけど、何なんだかわからん。あれがエランドシティとかやないと。あっちがエランドシティじゃない。何やろね、もうなんかいろいろいろように見えるけど、何なんだかわからん。あれがエランドシティとかやないと。あっちがエランドシティ。島さ、洞窟みたいなの。島さ、洞窟みたいなの。建物があるあの人たちも野宿やろうね、釣りの人たち。そうっすね、で建物があるあの人たちも野宿やろうね、釣りの人たち。そうっすね、あそこで寝ないんじゃないですか、もしかしたら寝るやろ、うん、でもさ、カサゴでもいいけど欲しかったね、うん、俺たちカサゴで、でもトゲあるけんね。カサゴ食えるって言ってましたっけ。カサゴってなんか料理でない、カサゴの天ぷらみたいな。ただトゲがあるけん、毒あるんやろ、要は。顔に見えて
これ、うん、やめてよこれ顔に見えるとか返しと、やめてよこれ顔に見えるとか返しと、いや俺も分かったもん、いや俺も分かったもん、シーンってなりますね、うん、ステージ変わったよね今、これ真裏やん絶対、うん、ステージ変わったよね今、これ真裏やん絶対、てかさっきからクモの巣バリ作っちゃうけど、うん、これ真裏やん絶対、てかさっきからクモの巣バリ作っちゃうけど、うん、気のせい？今こっから本番ですよね今、いやラストスパートはやばいとって、今のフリーザが第三形態がいるから今いやほんとラストスパート反対、今のフリーザが第三形態がいるから今いやほんとラストスパート反対方向、今のフリーザが第三形態がいるから今いやほんとラストスパート反対方向、多いんですよね、多いんですよね、今梅さんって言ったらあの長浜ラーメン分かったんですけど、家の近くにある長浜御殿やね、長浜御殿ですよ、あれうまいやん、おぉてかあの、先生分解のカレーも食いたいですよね、いや最近食ったよ、あれうまいやん、おぉてかあの、先生分解のカレー、あれうまいやん、おぉてかあの、先生分解のカレーも食いたいですよね、いや最近食ったよ、まあ、逃げんちょけ船虫、ここはシャトついたらそうして、逃げんちょけ船虫、ここはシャトついたらそうして、足跡がねえ、でも結構歩くんだなこの辺、何しねえやろうね、でしょ、逃げんちょけ船虫、ここはシャトついたらそうして、足跡がねえ、でも結構歩くんだなこの辺、何しねえやろうね、でしょ、はっ、ちょっと待って今パキッ、足跡がねえ、でも結構歩くんだなこの辺、何しねえやろうね、でしょ、はっ、ちょっと待って今パキッて言った、あん、これ歩くんだなこの辺、何しねえやろうね、でしょ、はっ、ちょっと待って今パキッて言った、あ、こう言って思うけど、妨害されとっちゃね、妨害されとっちゃね、妨害されとっちゃね、さすがにみんなお眠の時間かいな、わからんけど、とりあえず外周終わったら一旦切ろうかなぐらいの勢いやね、うん、はあ、いらっしゃいみんな、心霊スポット玄界島ついております、はあ、いらっしゃいみんな、心霊スポット玄界島ついております、フループしてないからな、フループしてないからな、フループしてないからな、なんか歩き疲れんみたいな、フループしてないからな、なんか歩き疲れんみたいな、あ、向こうに戻りたい、公園が恋しい、公園次上、あ、向こうに戻りたい、公園が恋しい、公園次上やけんね、ちょ、さっきもあの島なかったありますよさっき似たようなやつばっかり見てるんですよね、俺らループしてない、永遠に歩き続けよらん、山もでかいな、やっぱり結構でかいって、でかいし奥行きあるやん、どうするこのまま明るくならんかったらこれから夜本番する、公園の荷物なかったらもう、ほらまたカーブやし、これ長いなこの島、長かろ、なんか子供の頃30分ぐらいで回れたイメージがあったけど、まあ、ね、ネットで見た80分って書いてあったよ、でも80分おマジ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 あんなちっちゃい島なのに4キロで80分じゃおかしい計算やけどね、結構いい運動ですね、だって2キロ20分ぐらいやろ、うん、だ40分ぐらいやもんね本来やったら、いらっしゃいケイトさん、
今心霊スポット玄海島にいます。もうこの何やろ持つやつ蜘蛛の巣だらけやもん、うん、えずいし、はあ、怖え。でもまだ起業っちゅうことやもんね。まあどんたくやけんね、みんなこの時間も起きとったりする人おるよね。あ、ちょうど端っこじゃないですか、これなんか山が低くなってきた。ちょ待って、また左側音がする。カチカチっと音がしましたね。やっぱ音するね、左側、うん、何個のカチって音。うん、ほら、今カチカチパンって。うん、なんかキッキと気を合わせたような音がする。何に見切る？分からん。さっき210やったけど。増えてほしいですね。うん。なんかこれラストスパートじゃない？急になんかヒヤッとしたのと向こうにライトが見え始めるの。ね。ライトがあるってことはそういうことなんじゃないの？あ、灯台の明かりですかね。ピカピカ光ってますね。やろ？ゴール見えてきるな、実は。結構灯台の明かりと明るいんだなって見ると船とかに知らせてるんですよ、ここですよって。これ灯台な点滅？山の中にあるですね。見えたり見えんかったりよね、うん、なんやろうねあれ。他のとこも光よらんでも、あ、多分海のやつでしょ。灯台ではないな。でもまあ海とかであれ光がないと分かんないでしょうね、あの船乗りさんって、ね。あえてこう降りていく。すごいですね。さすがに出ろうね、下まで降りたら。いや、まだ続くぞ、こりゃ。そう、だいぶ歩いとうぜ。いや、まだまだでしょ、多分それ。いや、マジマジマジ、もう着くと思うけどね、もう一周できると思うけど。じゃあ、船虫おらんくなったね、また。あ、いなくなったっすね。あ、ほんと全然見ない。猫出てきてもビビろうね。火葬場どこや、マジ。ラストスパートのはずっちゃけどね。もうこの辺で終わりのはずなんですか。いやいやいや、最後左側に建物があるはず。また足が悪くなってきたぞ。これ上から落ちてきようのか。うわー、でっかいヒナムシが。嘘、あ、砂場に現れるとこいつら、うん、めっちゃでかかった。でか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 い。何食っとん。でも踏みたくないかな、砂虫を。砂虫って逃げるけん踏めんちゃけどね。砂虫は嫌いなんですよ、僕。嘘。ドッキリで使えろこれ。後ろからあの前ドッキリ使ったお面をかぶって走ってくるとかねえ、チカッパ怖いっすよね、それ。誰か新しく入ってきた人とか脅かすには完璧っちゃけどね、うん、またおらんくなるやろうけど。一回ロケしようぜって。それこそあの徳ちゃんを使いたいところやけどね、うん、あ、そうっすね。どんぐらい根性があるかさ、まだ、まあ、根性あるって言っても俺でも怖かろうけどね、うん、普通に。どんな感じですか、それで。うん、東海の。お、221。うん、でも11人しか増えてないよ。あの時間から。お、221。うん、でも11人しか増えてないよ。あの時間から。お、221。うん、でも11人しか増えてないよ。あの時間から普段40とか50なんでしょ。そう、200まであっという間やったけどね。やっぱこの時間やけん、みんなお眠か、お眠していきよっちゃろうね。200まであっという間やったけどね。やっぱこの時間やけん、みんなお眠か、お眠していきよっちゃろうね。40とか50なんでしょ。そう、200まであっという間やったけどね。やっぱこの時間やけん、
みんなお眠か。お眠していきよっちゃうね。200まであっという間やったけどね。やっぱこの時間やけん。みんなお眠か。お眠していきよっちゃうね。ゴミ捨ててありますね。見えるゴミ。うん。ああ、ダメよこんなとこにゴミ捨てたら。海かと思ったよ。落ちても一応は大丈夫ってこと？多分大丈夫だと思います。でも岩場なんて多分骨折しますよこの高さ。時間帯的なもんやろ。本当は引いとってことやろ、うん、今今時間 たまたま引いてるだけでしょ。マジ蜘蛛の巣やばいっちけど。夜引くんすね。す逆やけどね、うん、すっげえ静かになりましたね。引いてすぐ取れば魚ね、うん、溜まってたけどね。取れば魚ね、うん、溜まってたけどね。静かすぎやろ。いや本当すめっちゃ静か。わ、結構遠、こんなに外周あるみたいな感じよね。さっきより。いや本当すめっちゃ静か。こんなに外周あるみたいな感じ。限界が。限界島だけに限界が来よう俺らの体力に。限界。ね。マジ暗。でもこの辺寒さがないね。やっぱいやちょっと落ち着いてきましたね。なんか途中バリ寒かったよね。モスラーの殻を通り着いたあたりがやばかったですね。ね、一瞬静かになったっ、ね、やっぱなんかあるっちゃろうね。霧も晴れてますもん。本当やね、うん、俺たち行った時なんで急に霧がね、うんうん、霧入るのがやばいって言うからです。えっ、ちょちょちょ、あれ俺の手が植物に。これなんや、花？なんかこういうのあるよね、さっきから穴みたいな、うん、落とし穴。うわぁ、落とし穴。あんなとこが生え、人出てきてみ、ビビるけん。でもこの辺また寒くなったよ、また。あ、ほんとだ。変に寒くなるスポットあるな。でも入り口がやばかったっすよね。だ最初の辺の方がやばかったね、やっぱ。今ちょっと雰囲気楽になりましたね。その時なんか声とか入っとうかもしれんね。そうですね、もしかしたら。あとモスラーの殻通り過ぎたあたりがねえ、急に空気変わったよね、うん、もうようやくゴールか。なんかゴールかって言って馬力遠く見えん、あれ、ね、そうそう、ほらこう回る、ぐるって回るけん、またあるんかい。馬力遠く感じるっちゃけど、言ったやん、そもそも火葬場ラストスパートって火葬場見えてないやん。しかも馬力遠くね。あ、今ちょうど北には行ってるっすね。この何て、あ、コンパスですね。コンパス遠くね。あ、今ちょうど北には行ってるっすね。この何て、あ、コンパスですね。コンパス、うん、でも今あれ見えとのはあの船着き場やな、ね、ちょうどあれ、うん、北に向かって行けばいいっすもんね。なんで調べた。うん、調べました。調べました。エディ・ジョーンズやん。ちょっとビビったな。これで行き止まりだったら俺泣きますよね。無理やけん、もう引き返せれんけん。ここまで来たらまたあの怖い場所通らない感じやけん。コンパス見よう。コンパス見ようじゃねえよ。だけ近く見えるけどバリ遠いって。まだ今北西に向かってるんですね。ってことは今千葉の方面か。これ便利ですよね。やばいな。なんやろうね、この点別所の灯台。あ、なんでしょうね。検索すんないかな。船にこっちですよって教えてるんですかね。もう船通らないね。うん、で蜘蛛の巣えぐ。コメント来ました。いや、コメントは来てないっちゅうけど、人はやっぱいっぱい来るね。今なんぼっすか。わからん。いや、変わらんて。すげえ。ちょこちょこ。これサビ界だね、ほんと。これが血やったら怖すぎやろ。ありすぎや。大量出血ですよ、これなんか。
でもここからサビがないという、ね、不思議な。どういうこと？でもガードレールあるって方はここ車通るんでしょうね。車、うん、あのやぶ道あるのに一回通ったら通れんくね。ですよね。やろ、すげえやぶ道でしたもんね。とけんバイクぐらい行けても車は無理やろ、傷つくやろ、うん、っていう車ある意味なくね、うん、そうっすね。船着き場とこの間しか行けないんだよ、よう意味なくない車。車は意味ないじゃなくてここであっても、しかも坂見、坂ばっかりやけんさ、ん坂ばっかりやけん。何持ちぼこんと出ましたっすよ、これ普段多分これ向こうやん、水に浸かってるんでしょうねここ、うん、向こうやん音がしよう。終わった、なんか出ようとはするけどね、ここら辺やん。なんでこっち側に人が住まんからね、冷静に考えれば、うん、ですよね、住めるはずなのにね。そしたらもうちょっとこと開発できそうですけどね。人が住まん理由はあるってことやね、うん、結局は地震津波。いや俺やったらこっち側住むけどね。ですよね、あそこしかないって不思議ですよね。表面しかない理由が、でもこれ火葬場やね。え、嘘。うん、あ、本当だ、あそこしかないって不思議ですよね。表面しかない理由が、でもこれ火葬場やね。え、嘘。うん、あ、本当だ、落下物があるってことはお前死ぬぜ、ね、あ、これ扉あれやん、うん、火葬の扉、鉄のここやね、出る、出るって言われるところね。これは顔に見えるな、このどれ、この模様が見えません、こっちから見たら、ほら、こっから見たら見えるかもね。ここ一番出るポイントやね、ここと学校っていうけ。でも変な話、あんま怖い感じがせんよな、やっぱちゃんと清められてるからじゃないですかね、もしかしたら清めとる。でも変な話、あんま怖い感じがせんよな、やっぱちゃんと清められてるからじゃないですかね、もしかしたら清めとる。なんか書いてない、ご迷惑をおかけしております、建物老朽化につき落下物の危険があり、もう戻ってきた感じやん。てか最初からこっち側行ったら怖くなかったろうね、逆に。そうっすね。いや怖いか、最後にラストスパートで戻ってきたもん、あれ船着き場や。いやー戻ってきたね無事に、うん、やっぱ途中怖かったね。途中怖かった、あの一瞬静かになったところと最初の入り口の霧が、結局さ、1時間ぐらいかかっとうよ。あ、マジですか。うん、まあ55分ぐらい。あ、よかった、戻ってきた、よかった。急に暖かくなったやろ。あ、ほんとだ、ほんとほんとほんとやろ、暖かくなったね。あ、ほんと、あ、そこの入り口を境にね、あ、霧やん。あ、ほんとだ、ゾッとする。で、また寒くなるやろ、こう一瞬暑くなったのにね。あ、でも、一瞬暑くなりましたね。ね、全然空気が違う。また霧急らん、帰り道の時って。そうですね、でもあれも建物のあるけんさ、いやでもあの空気が全然違う場所ごとにね、うん、こっから見たらなんかこう島じゃないみたいもんね、マンションみたいに見えるけん、地元うろついてますみたいな、うん、昼の景色を ね、見てほしい。朝は絶景を撮りましょう。うん、曇りがいつ曇るかやね。ちょっとスタートから晴れてほしいよね。ですよね。で、一応ほら地図見て全部見て回りたいところよ。朝6時7時に起床して釣りして、そう、ね、12時の、あのまでちょっと移動撮影して、そうそう、また涼しくなってきようけど、でもさっきよりがしんどくないですね。そうね、戻ってきたって感じやね、うん、いやー玄界島すごいね。あ、ここにも広い公園があったんだ、西公園、西公園って
でもなんとなくこれ止まりたくはないな。なんで止まるのは先のとこじゃないですか。これは止まります。こっちの方がまだいいと思うよ。広いですかね。なぜかというと船着き場近いから、うん、トイレしたくなってもいけるやん。あ、そうですね。サバイバルグッズ持ってきればよかったね。ちょっと他のところより安全やん、ここ、うん、ここそこまでさ。寝てた人もいましたよね。うん、あそこで寝るんでしょうね。そうだろうね。サバイバルグッズ持ってきればよかった。こっちの方が良かったろう、多分明るいし、うん、こっちの方が明るくね。ここに移動します。いや、どの道でも、なんか面倒でしょ、痛いです、うん。釣り行くときもこっちのは楽。今度もう一つ、ちょっと怖い。今度夜キャンプ動画撮りません？キャンプしたいね。どうですかキャンプ動画。いいね、キャンプ動画欲しいね。ちょっと今ブーム外れて安くなりようらしいんや。で、僕好きなところがあるんですよ、キャンプのところで。どこ？で、バンガローとか泊まりでもいいですか？なんでバンガロー泊まるん？僕好きなキャンプ場があるんで。どこ？サンビレッジアカネっていう有名。そこ結構夜幽霊出るって噂なんですよね。それで行くんかい。まあ、それとキャンプ、おいきなり現れた墓地がぼちぼち現れたね、墓地だけに。でかくない？しかも、はい、ちょっとでかいね。で、小高神社こんなでかいと？でかくね？でかいね。猫ちゃん。ああ、逃げてった。ついてこいってよ。どうやら今からだよ、始まりはっていう誘われようみたいな。マジマジってこういうのついてった方がいいぜ。夜の神社かな。ん？ん？どうした？階段が急。いや、猫がついてこいって言うよ。墓場に誘導されよっちゃけど、俺ら。えぐくない？しかも、怖くない？こっちの方がもっと。海より怖くね。暗いっすね。明るい時に行きますか？なんて意味ないよ。照らしよ。テラフォーマーズしてよ。誘われよっちゃけん、猫に。取れ高こっちですよって。目が光ってるね。猫おる、うん、こっち来いって言っちゃろうね。夜に墓場は怖いぜ。ここにワンワンみたいな。これさ、万が一幽霊出ても下がれんくね。落ちます。転がっていくよ俺ら。さっきより怖えぞ。無限つく読みじゃないっちゃけ。これやめとこうか。なんでと思う？え？なんか永久に続いて見えるけ。明るい時にこう撮りたいですよね。明るいとこ行こう。これやめよう。ね、これ多分やけど、ずっと続いてる頂上まで。これこけたら終わりっすもんね、あと。山に続いとっぽいね、どうやら。うん、どんどんと明るい時に見たいって言ったの。サルガン石の基地がある方面や。多分やけどやばいぜ。こっちからも行けるってね。すごいね、これ津波防止じゃないですか。僕っぽいよね。何叩きだったの。すごい高いですね。ここまで津波来るって予想しとっちゃろうね。でも来る時は来るんでしょうね、本当は。この高さがね、うん、東日本大震災の時はそうでしょう。これぐらいいった。でももっと高いんじゃないかな。マジで。てかトイレなくね。本当に船着き場しかないじゃないか。どうしよう。
海でしょんべんしかない、なくない？海ションしかなくない？でもナンバーついてんの、なんでなんですか？ないね、ある？もう必要ないっちゃろうね、言ってみれば。貸してくれないの、トイレ。これ職員さんが泊まってるんですよね、ここ。でもね、どこ行けようと今。あ、トイレある、やった、トイレあった。嘘やろ、本当やね、よう見つけたね。やった、トイレあった。公衆便所高いと思う。ずっと行きたかったんで、ね、公衆便所。ちょっと待って、トイレ来て、俺もトイレ来て。来てない、来るわけねえ。見えるやん、あんたの足腰みたいな動き。こっちにもあれ、よかったね、よかったね。あ、好きさ、うんこまで行け。まあ、素晴らしいっすね。あ、好きしたね。ねえ、トイレあってよかったね。俺ないと思ったっけ、だけんこっちが、あ、向こうが芝でなんかちゃうな、うん、まあ、公衆便所があるからいいや。うん、すごい、よかったよかった。はぁ、あ、てか戻ろ、とりあえず寝床に戻ろうか。寝床こっちやろ。ちょっとくぐってから戻ります。プクル、うん、どこで、その、さっき帰った船着きまで。あ、ここに戻ってくるんだ。そしてそう、ちょっとそこ自販機やん。あ、ほんとだ、自販機の近くやん。あ、だから右から行くか左から行くかって言ってたんですね、うん。あそこでしかプクレンドだったと思います。せやろ、一応カンカン持ってきましたけど。でもさっきの兄ちゃんだって普通に捨てますよね。そうや、わざわざそこ行く必要ないよ。まあ猫おるけんいいけどさ。戻ってきた、幽霊連れてきたかもしれんけど。幽霊しました。なん釣り人おる、まだ今寝てるんじゃないですか、今多分。見える、テントにこもってます。みんな、うん、もうそこに立ってないですもん。もう寝てるんじゃないですか。車いいね、借りたいね、ちょっとね。そうですね、まあ、バイク一番借りてんもん。なんか飯食えるとこあるんですよ、一応ここ。ある、予約すれば。こういったから飲みたい。もう飲んでばっかりいらんばい、俺。逆に、あてかこう捨てれる気にね、ゴミ、ゴミ捨てよ、空き缶。それはさせてようかな。猫探そう。いました、猫ちゃんでしょ。おいで、おいでちゃん、おいで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 、今夜、猫ちゃん。ねえ、猫ちゃんおいで。猫ちゃん、おーい、おーい、足疲れたね。どうした、疲れました。猫どこ行った。猫ちゃん、持って帰るか、この猫。
記念に。ちょ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 。わ、259名。むずいね。おいで。遊ぼう、遊ぼう、遊ぼう。おいで、おいで、おいで。おいで、おいで、おいで、おいで。来んね。なんか餌やったら来るっちゃろうけどね。うん。魚釣れば渡すっちゃけどね。明日船上行けたらいいっすよね。どっち？うん？上に。上？山ん中？あの船ですね。ああそういうことね。行けるっちゃねえかな。全然何も猫ちゃんどうしたんやろうね。寄ってきてほしいっちゃけどね。来んね、猫ちゃん。鼻づまり？この猫ちゃん。ズビズビしちゃっちゃけど。おいで、猫ちゃん。猫ちゃんおいで。こんな。せんのかい。来いや、猫ちゃん。寝床に帰りますか。うん？寝床に帰りますか。戻ろうか。痛い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 。じゃあね、猫ちゃん。バイバイ。夢の300人いきそうでいかんで終わりそう。もう200人超えたからじゃ。まあ全然いい方。バンバン剤っすね。ああそれにしても飯開けてほしいけどね明日。え？せっかく行け飯屋さん。そうですね。どこにあるのかも謎ですよね。調べてみたらいいや。特別に今日作れんすかね。せっかく食いたいっすもんね。本当はね、1週間前に予約みたいな書いとったけど。1週間前。うん。客が来て初めて開けるってタイプなんですよね。そうそうそう。何見ようとか。さっきの方やこっちか。そうやって小学校行かない関係ね。まだ。本当に怖い時間に小学校行かないか。それいいかな。寝れんけんね。まだ。でも近いって近いっすよね。うん。どこが？今この辺ですよね。そうよ。それでも近く見えるけど。ここでしょ。登らないかんとよ。俺たちの泊まる公園。うん。から登らないかんけ。記憶、俺の記憶やと。とりあえず休もう。一旦寝床に。噛みませんよ。まだ学校行ってないやけ。小休憩。撮りたくねえな。すごいですね。まあどっちからでもいける。その坂から行けるし、こっからも行ける。こっちからのは近い。一周頑張ったな、先生。
や遠いけん。ライブ頑張りすぎやろ。ああいう鳥が途中で鳴いとったらビビっとったろうね。相当怖いっすよ。明るい明るい。結構いろんな YouTuber も来とっちゃけどね、こうね、意外と。夜ガラス浴びたら私来るじゃないですか。みんな猫取り来とうらしいよ。で、そう、取った猫を売ったりしようもんね。写真集みたいな。きつ。戻ってきたで。着いたで。休憩終わったらまた次の心霊スポット。小中学校行こうか。休憩したらマジ遠かった。一旦切るんですか。切らん切らん。5分休憩ですか。いやいや5分じゃ無理やろ。なんか話のネタないと。一旦うそやろ。息が上がるまで。参加しようね。ちょっとね、心霊スポット行ってきました。玄界島ね、外周回ってきました。今戻ってきたところです。まだまだ参加者はね、器用ね。ジュース持ってきてたんですね、クラフトコーラ。そうよ、なんで念のためになんか手品ないと。手品手品そう、リングマジックしたいけどうるさい正直。もう一旦切るか。一旦切りますか。そう、本当に疲れてきたけ。じゃあ一旦切ります。バイバーイ。